いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。混ぜたら爆発する RTA パート1始まるよ。こんにちは。夜桜というものです。今回はテリワンレトロで、配合多国産禁止モンジー撃破 RTA を走ります。ルールは右上の通りになっています。今回は配合とついでに他国マスターさんを禁止して、モンスター G さんを撃破します。このゲーム本編の目的は、ワルボーという精霊にハイエースされたお姉ちゃんを探しつつ、モンスターマスターになろうぜ、というものです。そのお姉ちゃんを探しているのが、今名前を付けた主人公テリーです。王様に言われて御三家ポケをもらいに来ました。が、スライムしかおらず、王様の前に戻ると、なんでやねんと突っ込まれました。どうやらプリオが王様のペットを含め、ほとんどのモンスターを逃がした模様。じゃけん、旅の扉からホイミンを探しにやしゃしん。テリワンでは、各フロアの穴から落ちることで、次のフロアへ移動します。そして一番下のフロアでボス戦があります。この扉で出現するのは、スライム、ドラキー、アントベアの3匹です。狙いのドラキーは5割程度の確率で出現します。また、このドラキーの捕獲率は約4割です。祈りましょう。祈りが届いた。あとは2匹ともレベルを2に上げて、いざ鎌倉。レベリングは終わって、なんで仲間にしないの？いたら10秒は縮まってますが、まあ誤差だよ誤差。通常プレイでは、スラボー、ドラキー、アントベアの編成が定石です。ホイミン戦です。HP が10切ったら回復しましょう。ホイミを3回見たら、残 HP を暗算し、薬草を温存しつつ殴りましょう。AB 連打禁止。次は格闘場に挑みます。格闘場で勝てば新しい旅の扉を開けてもらえます。通常プレイでは、扉のボスを倒す、上のクラスに挑む、解放された扉のボスを倒すといったことを繰り返します。S クラスを突破したら、この大樹国の代表として星降りの大会の出場権が得られ、そこでミレイユと戦うことになります。モンスター G さんとはその後戦えるようになります。って言ってたら終わりました。G クラスも終始殴りなので解説することがないです。次は待ち人の扉へ向かいます。まずは肉を拾いましょう。金柵、モンスター捕獲に使います。女戦士がいましたね。他国マスターは一定の条件を満たせば5割の確率で出現します。強さはレベルの合計で決まります。合計18までなら今でも倒せるので、後で金柵アイテム狙いで借ります。ビッキーが出ました。捕まえます。方針としては、魔物の餌と薬草による回復で懐かせます。魔物の餌は1個で、有効度を20上げます。燻製太郎なら1個で、有効度を60上げます。あとは薬草の回復分で有効度を稼ぎましょう。ビッキーは連れて行きます。ドラゴン戦で2回ルカミを入れたいので、少し MP を上げてからボスフロアまで降ります。あ、そういえば、本動画はミラティブで録画したものを編集しており、臨場感を残すため、ノイズタップ音や生声もそのままにしています。ご了承ください。他国マスター戦です。少し危険ではありますが、最悪再装すればいいのでやるようにしています。なんで等速に戻す必要があるんですか？あのさぁ。ただ今回は、キメラの翼をもう一枚持っており、安いですが杖ももらえたので続行することにしました。広いのでリセット。さっきの女戦士戦でレベル上げは大体済み、ピッキーも捕まえているのでどんどん降ります。3の倍数のフロアでは、特別なマップが5割の確率で出現します。特に境界、道具屋はセーブできるオアシスです。
ようやくボスマップに着きました。お姫様とお茶して、ドラゴンに話しかけましょう。ドラゴン戦です。ピッキーのルカニを2回入れて守備力を下げ、タコ殴りします。ドラキーは守備力が下がりきるまでラリホーで妨害するといいです。ホイミンは回復させるので、命を大事にお選んで、防御はホイミさせましょう。火の息が来た場合は、ホイミと薬草で何とかします。殴るだけなので倍速。序盤のボスの多くは、確定で仲間になります。ホイミンを外してドラゴンをパーティに加え、バザーに行きます。種があることに気づいて、預かり所に引き返してます。種は拾ったら全部預けます。特に命の木の実は、再装回避で使う場合があるので絶対キープです。バザーの扉です。今までの扉より数段強い相手ばかり出るので、自己率高めです。さっきのように1匹円化はいいのですが、今のような3匹円化だとよく事故ります。事故りました。スマホでのキーパッド操作は難しい。今回は2匹円化ですね。これならなんとかなります。レベルがそこそこ上がって HP が増えたら、3匹円化でも安定するようになります。特に見どころもないためさらに倍速。毒状態はキアリーで直しましょう。ドラキーがレベル10を超えてきたら、レベリングは切り上げていいです。あまり上げすぎても逆に苦戦します。道具屋です。大樹国より高値で道具を売れます。なので高額アイテムはここで売るようにします。この時点では十分なお金ができました。しかし全体ではまだまだ足りないので、後でまとめてお金を稼ぐフェーズがあります。悪魔の騎士戦です。ラリホーが通るので、動きを封じつつ、ルカニで守備を下げましょう。ルカニ後は命令せずとも殴ってくれるよう、ピッキーは命令でルカニを指定します。賢さが低いモンスターは、MP がなくなっても呪文を使おうとするので、その対処です。本当はドラゴン戦でもそうするべきだったんですが、どうやら気づいて修正しているようです。ちなみに、今回唯一危ない皆殺しですが、ドラキーがレベル11、ピッキーがレベル10で使用してくるのを確認しています。だからレベルを上げすぎない必要があったんですね。こちらのレベルが低い場合は、大体攻撃しかしてこないです。多分こちらの守備が低いので、普通に殴る選択が優先されているのだと思います。ここまで来たら、回復は薬草に任せて、ドラキーも殴った方が早いです。次は F クラスを突破するのですが、その前にやることがいろいろあります。プリオと話すことで、スカイドラゴンの卵をもらうフラグが立ちます。通常の RTA ではロスです。これから徐々に、配合禁止 RTA 特有の動きが増えます。逆に言えば、ここまでは通常 RTA とほぼ同じチャートです。次に窓ハンドじゃんけんです。これはタイミングこそ様々ですが、通常の RTA でもやります。窓ハンドに負けないよう頑張りましょう。階段に用はありませんが、別のフラグのために勝つ必要があります。F クラスです。全部殴ってるだけで勝てます。ただ、3戦目だけは混乱をもらう可能性があるので、バシバルを先頭にして、被弾しやすくしましょう。混乱が治癒する可能性が高まります。通常プレイでは、ここから真のテリワンが始まります。F クラス突破で、ついに配合が解禁されるからです。モモンジャの尻尾は、510ゴールド以上持ってる時のみ、買ってもいいです。
ここからは進めば進むほど、配合していることを前提とした敵が出てくるため、苦戦を強いられます。思い出の扉です。さっさと降ります。生まれたてのスカイドラゴンは能力が低いので、しばらくは命を大事にを選択して防御させます。ちなみに通常の RTA では、思い出の扉に行くチャートはほぼないと思います。個人的によく見るのは、F クラス後に戸惑いの扉で切り株刈りするチャートです。ビアンカのリボンはないので、斧で頭を撫でて仲間にします。スカイドラゴンは、レベルが多少上がっているなら、通常打撃の方が打点稼げます。命令させろにしておくとタイムは縮まります。それにしても可愛い、乗りたい。そんな私の希望を叶えるため、スクエニはドラクエ8でこの子に乗れるようにしてくれました。神かな。ゲレゲレが仲間になりました。残念ながら本作では乗れません。悪魔の騎士は牧場に送ります。負荷も禁止にするなら続投ですが、さらなる供養になるでしょう。モンスターへの命令は4種類あります。命令させろは、闘技場では特技使う名に切り替わります。また、前回命令させろを選んでいたモンスターは、命令を変えない限り、次ターン以降、打撃しか行わなくなります。先ほどのピッキーなどは、これを利用して、命令でルカミを指示し、その後は薬草を構えてもそのまま攻撃してくれるよう誘導してました。こういうテクは、通常プレイでも RTA でも使えるので、ぜひ覚えておきましょう。宝物庫です。宝箱にはもちろん道具が入ってます。今作は道具を20個までしか持てませんが、それでも確保したいアイテムは手持ちを捨ててでも拾いましょう。特に天使の鈴は、旅の扉内の道具屋でしか買えないので、拾えるなら確保しておきたいです。ゲレゲレに240以上の経験値を入れるため、寄り道してます。ボス部屋で400ちょっとの経験値が入るので、道中の240と合わせてレベルが上がります。ここのレベリングでは、ゲレゲレがレベル13、スカイドラゴンがレベル8オア9ホイミンがレベル10を目指します。切り株お化け戦です。外悪技ラリフォームがうざいです。今後昏睡技には散々苦しめられます。配合禁止縛り RTA は昏睡技との死闘と言っても過言ではありません。その根拠はいずれお話しします。人面樹戦です。呪いの言葉とマホトーンが厄介です。こちらの戦略は、ホイミンのスクルトで守備を固め、ゲレゲレとスカイドラゴンで殴りです。2匹とも打点はあるのでそこまでかからないです。テリワンレトロでは、一部特技呪文の効果音などが変わってます。ス
作るともその一つです。微妙に挙動が遅いです。あとはヒャダルコなんかも効果音が違ってます。陰気特有の呪いの言葉です。呪われると、4分の1の確率で悪いことが起こります。起こると危ないのは混乱です。自傷や麻痺発生などで全滅する危険性があります。対処法は、呪いにならないことを祈る。混乱しないことを祈る。自傷や麻痺しないことを祈る。月桂樹で治す。がありますが、ぶっちゃけ月桂樹は金策に当てたいし、そうそう混乱もしないので、いつもこのまま殴り続けてます。とか言ってたら倒せました。人面樹は牧場に預けます。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。まだまだ続くんだぜ。ごゆっくりどうぞ。肉ガチャを引きまくる RTA パート2始まってるよ。こんにちはこんばんは。夜桜というものです。今日も元気に配合他国マスター3禁止で RTA していきますよ。今回は飛び級して D クラスに挑むところからです。挑む前に作戦変更しましょう。ゲレゲレは命令、スカイドラゴンも命令、ホイミンハいろいろです。本 RTA の10個ある難関の5つ目なので、しっかりセーブしましょう。開幕ガバ。ゲレゲレはせっかちなのか、すぐ疾風で突きたがります。なので攻撃させるなら、特技使う何するのがベターです。MP も温存したいので。1戦目はゲレゲレとスカイドラゴンで殴りつつ、ホイミンのスクルトを2回かけて戦います。ミノーンは硬いので、打撃が通らなくなったら、スカイドラゴンの命令をガンガンに変更し、火の息を使わせましょう。2戦目では、ゲレゲレは足払いで敵を止め、スカイドラゴンが殴り、ホイミンはスクルトを1、2回かけます。この中だと、キラースコップに足払いがおそらく 85% で通ります。マヌーサは攻撃の命中率を256分の96にしてしまうので、食らったらスカイドラゴンには火の息を吐いてもらいましょう。飛び級していることもありますが、やはりこの辺から難易度は高くなり、リセゲーになります。しかし D クラスはまだマシな方です。ちなみに戸惑いの扉の経験値稼ぎの後、D クラスに飛び級するのは、通常 RTA でも同じです。3戦目です。どいつもこいつも打点が高く苦しいです。しかも彷徨う鎧は、魔人斬りを持っているので、守備を上げても突破される危険があります。幸いかなり足払いが通るので、ゲレゲレには一生足払いしてもらいます。ホイミンには一度スクルトかけた後、回復に専念してもらいたいのですが、相手の猫ちゃんもよく足払いしてくるので、なかなかうまくいかないです。回復薬が止まってる間にゲレゲレが突破される、といった感じのことはよくあります。相手の猫を一匹落とせば、あとはなんとかなります。相手の猫がホイミンを足払い、こちらの猫が彷徨う鎧を足払い、と等価交換の形になればダメージレースで勝てます。ゲレゲレの MP が切れました。これがあるから、疾風突きや真空斬りさせない立ち回りが大事なんですよね。なんとか勝てました。この先もこんな感じのギリギリの戦いが繰り返されるので、お楽しみに。D クラスを勝ち抜くと、ストーリーが進み、王様から怒りの扉を調査してほしいという依頼を受けます。サクッと行きたいところなのですが、この辺のモンスターはヤバいやつが多めで、サクッとやられることがしばしばあります。なので境界や道具屋が出たら、必ずセーブしましょう。
ちなみに、やばいなら逃げればいいじゃない、と思うかもしれませんが。テリ1では、こちらの最大レベルが相手の最大レベルに、5以上の差をつけていないと確定で逃げられません。このあたりのモンスターは最低でもレベル12。対するこちらはゲレゲレの13。到底確定で逃げるのは無理です。確定逃げできない場合は、初手逃げで25、次ターンに逃げで50、というように、ターンごとに逃走確率が上がります。デス演歌です。ぶっちゃけ倒そうとするより、逃げを選ぶ方が正しいです。これはひどい。逃げ成功はでかい。これも苦しめの演歌ですが、冷静に対処しましょう。配合禁止でプレイしていると、配合ありでは特に気にならないところで苦戦するので、発見があって面白いです。アニマルゾンビが思った以上に打点あることも、今まで全く知らなかったよね。ようやく10回です。毒をもらってたら降りる前に毒消しそうで回復しましょう。ドラゴンキッズ戦です。実は受け流しがかなり厄介なので、慎重に立ち回りましょう。受け流し対策は、高校足払いです。これなら受け流される心配はないので。ここのドラゴンキッズは経験値がうま味なので、借ります。というか借らないとバトルレックスに瞬殺されます。受け流しは必ず先制で発動するので、足払いも必ず高校になります。しかも次ターンまで足払い効果が続くので安全に殴れるのもでかいです。今回のように先行足払いが通った場合は、次ターンも足払いする必要があります。MP 消費が痛い。ところでなんで等速に戻ってるんですわ。外悪技昏睡の域。全員眠りはきつい。落ち着いて薬草を。あのさぁ。どう考えても薬草はホイミンでした。普通のプレミです。これは非常に痛い。こうなるので、できれば9回で境界か道具屋でのセーブが欲しいんですよね。バトルレックスも厳選が必要な場合もあるので。特に境界は、MP の回復のために欲しいです。この扉はゲレゲレの残 MP が勝敗を分けるので。レベリングの切り上げタイミングは、ゲレゲレがレベル16になる直前までです。それ以上にすると逆に次に近づきます。テリ1の特技や呪文は、メラからメラミのように成長すると、成長前の技を使えなくなります。足払いも成長すると水面蹴りになり、全体に休み効果が出て便利なのですが、MP 消費が多くなり、成功確率も落ちます。だからゲレゲレのレベルを上げすぎない必要があったんですね。バトルレックス戦です。生命線はゲレゲレの足払いです。MP を使い切るまで足払いを打ち続けます。ホイミンはスクルトを3回打って、あとは回復と防御に専念します。スカイドラゴンは炎に完全耐性があるので、火炎の域に対しては0ダメージです。とにかく殴らせましょう。この戦いで気をつけなければならないのはゲレゲレです。ずっといろいろやろうぜにしていると。高校で足払いが入った場合に、次ターン別の特技を使い、MP を浪費してしまいます。これは賢さが関係しています。いずれ解説します。スクルトを3回の前にホイミンが倒れると、ほぼ罪です。バトルレックスは3匹相手なら火炎の域を打つ比率が高いのですが、1、2匹なら通常打撃の比率も上がってきます。
そうなると守備が上がってないメンバーは瞬殺されます。スクルトが入っても打撃は痛いです。だから火炎の息を吐いてもらうため、ホイミンには長く生き残ってもらいたいです。ここまであの水を貯蔵していたのも、ホイミンが突破された後のフォローのため。あるのとないのとでは全然違います。判断ミスですね。ここはホイミンに薬草が正しいです。理想としては MP 切れしたホイミンがずっと防御するのがいいのですが、今回は特に MP で衣装回復が発動していたので、それが逆にアダになりました。ゲレゲレの生存に気を配りすぎてるので余計にです。ここからは回復アイテムとの戦いです。またタイムを縮めるならゲレゲレにも殴らせるといいです。今回は安定を取って足払いをしてますが、ホイミンがいないなら火炎の息が来てもダメージレースに勝てるので。ちなみに不可禁止縛りの場合、打点要因は悪魔の騎士になります。炎完全耐性はないものの、 HP は多少あるのでなんとかなります。スクルトを入れてもこの打点やはり強いですね。2匹になってからの攻撃は祈りでカバーしましょう。強い。ゲレゲレが引退戦を見事に締めくくりました。そしてようやくこの RTA 全体のキーマン、ドランゴが仲間になりました。 HP147 を確認、問題なく続行できますね。死闘をくぐり抜け、命からがら体重に帰ってきました。このタイミングで体重の国が成長し、今までに行けなかった場所に行けるようになったり、道具が再配置されたり、神殿が解放されたりします。これからやるのはレベリングと資金の補填です。この店は怒りの扉攻略後に開店します。旅のしおりを置いているのが特徴です。これから資金を稼ぐために歩きます。この世界では歩けばお金が貯まります。ウォーキング前に聖水を体にぶっかけ、さらに作戦変更。ドランゴはガンガン、人面はいろいろ、ホイミンは命を大事にです。200歩歩いたら穴の前で旅のしおりを使ってセーブ。散歩に飽きたので次のフロアへ行きます。肉屋のおっさんがほっつき歩いてました。お肉を分取りに行きましょう。大体のモンスターに炎ダメが入る。そこそこ楽な編成です。ドランゴと人面は野生を下げてないので、戦闘になってから命令を変えていては言うことをまともに聞いてくれません。だからあらかじめ変えておく必要があったんですね。ホークブリザードは何気に炎に強耐性があります。ですがこの子は空を飛ぶので息を吐くのが安定です。ガチャの時間だ。
動体視力には自信ありますが、記憶力はないので、いつも仕事骨だけカウントしてます。燻製、魔物、腐った肉は、全部ドランゴや人面にあげましょう。燻製は銃、魔物の餌と腐った肉はを、野生を下げます。終わったら3階層目に行って、道具や火砲持つ子が出なかったら、鬼滅場で帰還します。ここからはこの肉屋ガチャを繰り返します。目標は右枠の通り。本 RTA で必要な肉とお金は、ここで全部貯めます。レベリングは次のステップのために必要な作業です。メタルスライムが出てきました。このレベル帯なら出現します。他国マスターのメタル系は逃げないので、安定して枯れます。今回はドランゴがメタルギリを持っており、しかも、このように皆殺し事象もあるため余計楽です。承認1回あたり、メタルなしで500程度、メタルありで1600強もらえます。今回の肉ガチャはかなり運が良く、霜降りが一度に7個出ることもありました。預かり書がいっぱいになったので、肉や杖を引き出し、道具屋で売ることにしたようです。バザーの扉における道具屋の出現確率は、15です。リセマラは手間なので、まとめて売りに行くか、たまたま出た時に売りさばくようにしましょう。これで必要最低限の資金が集まりました。あとは肉とレベリングです。この辺は反復作業ですね。やることは右にまとめました。ちなみに肉屋が出る条件が、攻略本では道具を拾わず下の階に行くになってて騙されたのは私だけではないわず。霜降りが全然出ず、リセマラしてます。経験値が足りないのもあって、メタスラを狙っているところもあります。そろそろレベリングの目的をお話しします。ドランゴはレベル21で、条件さえ満たしていれば火炎の息が激しい炎になります。さらに魔人斬りも習得します。散々 HP を気にしていたのは、このためでした。あとホイミンのベホイミも欲しいです。人面は HP 目的です。ようやく肉ガチャを終えたので、残った経験値稼ぎに行きます。今やってるのは、今後のための道具整理です。タイミングはもう少し後でもいいです。レベリングの場所は、残り経験値に応じて、牧場の扉か、格闘場の扉で使い分けます。扉を開いてなかったので、じゃんけん2回目。このじゃんけんは怒りの扉クリア後に出ます。また、格闘場の窓ハンドに勝ってないと、勝負してくれません。最後に本チャートの説明をば。通常の RTA では、レベリングと金作フェーズを終えた後、S クラスに突っ込みます。配合禁止 RTA でもそうしたいのですが、いろいろ試しても直接 S クラスを突破できませんでした。なので、ひとまず B クラスに挑むことにしました。というわけで次回からが配合他国産禁止縛り RTA の本番です。激しい炎を覚えたのでここまでです。ご視聴ありがとうございました。まだまだ続くんだぜ。ごゆっくりどうぞ。難所がてんこ盛りの RTA パート3、始まってるよ。こんにちはこんばんは。夜桜というものです。前パートもたくさんのご視聴、ありがとうございました。今回は、本 RTA の3つ目の難所、B クラス。開幕リセットからお送りします。本 RTA の B クラスからは、本格的にリセマラゲーになります。なので効率化のため、格闘場の前に作戦変更してセーブしましょう。今回は上の通り。初戦は打撃が辛いのでスクルト。一度打てば、打撃をやめて特技を使ってくれるようになります。特攻はほぼ通らないので、サービス行動。しかし魔人斬りは怖いです。祈って回避しましょう。
2戦目は全体攻撃がてんこ盛り。ウィンドマージのバニクロスでホイミンがよく突き飛びますわ。外役技昏睡の域。あーやめろお前。人面が初手で寝たら、ホイミンが吹き飛ぶのでお通夜です。寝ないよう祈りましょう。1戦目は HP をほぼ全開にし、2戦目のホイミンが初手防御するよう立ち回りましょう。2戦目のミスは人面のマホトーン。ウィンドマージは魔封じ耐性がガバガバなのでよく刺さります。打撃は大したことないので、回復をしっかりして勝ち切りましょう。回復。3戦目は祈りゲーです。ドラゴンマットシンが暴れないよう祈祷しましょう。ドラゴンマットは素の打点が高い上、皆殺ししてきます。食らうと200近いダメをもらいます。祈る以外の勝ち筋は上記の3通り。1の狙いはそのまま。ちなみに、混乱の追加効果で麻痺になる確率はわかりませんが。呪いからの混乱は 6.25% です。出ないことはないです。他2つは割愛。なぜなら、今回は人面がリタイアしたから。しかし、ここは続行。味方が1匹減ることを利用して、皆殺しが相手に刺さる確率を上げる戦略を取ることにしました。つまり祈りゲーです。結局は皆殺し自滅による勝ちが多いので、どうせ攻撃もらったら終わりなの。それは、苦しい。多分ただただやられるな、これ。やったなぁ。これもうリセットしたいな。何リセットしてないんですかね。ワンチャンとやったなぁ。いいっすね。いいっすね。これがあるんだよな。だからやるんですよね。タケゴでクリアは違法。肉ガチャ枠を開けるために預けた、モモンジャの尻尾を回収してます。ロスイので B クラス前までにやっておきましょう。B クラス突破の切り札人面を預け、久しぶりにピッキーを入れます。しっかり野生が上がってるので、餌付けしましょう。肉屋のおっさんは腹いせとばかりに、腐った肉もよこしてきます。売れないので使います。預かり所に置いてまとめて処理したいですが、預ける量にも限りがあるので。毒消し層はこの後使うかもなので温存。鬼滅歯で帰還して時間短縮と解毒します。喜びの扉です。道中には特に用はないです。強いて言えば、ピッキーのレベルを上げたいぐらい。ただしこの扉でもクセモノが多く、事故率がやや高めです。なので、魔法使いを出してフロアジャンプするのもいいと思います。喜びの扉は14回。魔法使いを出す方がやや早いぐらいのラインなので、お好みで。なお、怒りの扉でも使えば良さそうに見えますが、あの頃は旅のしおりも買えないので、非推奨です。さらに怒りの扉はたったの10階層。おそらく魔法使いを探して回るより、さっさと降りる方が早いです。また、怒りの扉の時もそうですが、モモンジャの尻尾を忘れずに、肉ガチャの後なので忘れやすいです。どうやら面倒な編成に当たって、リセットしたようです。ルーラの杖を拾いました。使えば落とし穴の目の前までワープします。可能ならキープしましょう。特に見どころもないのでさらに倍速。ちなみにこの扉の敵もレベルがそこそこあり、確定逃げは難しいです。こう見ると、魔法使いを使う方が良さげに見えますね。道具屋に出ました。旅のしおりを使わずセーブできるのでうま味です。ところでなんで等速に戻ってるんですか？的確なスナイプ。さっき道具屋でセーブしたし、即リセです。え？ちょっと待って、なんで？さっきセーブしてたやん。え？ちょっとだる。
ここに来て、まさかのセーブガバ。ただの凡ミスなので本当に恥ずかしい限りです。再走も頭をよぎりましたが、この後大きな運ゲー区間があるため、そこで挽回することにしました。言っていても仕方ないので、この後の流れでも説明します。次に目指すのは A クラス突破です。ただし怒りの扉から A 直行は困難なため、まずは B クラスを突破し、戦力の増強を図っています。喜びの扉でファンキーバード、そしてあと一匹引っ張ってきます。特に後者は A クラス専用の切り札です。画面は、ようやくボスフロア直前まで降りてきたところ、そろそろ回復するかと思った瞬間に炎化しました。ヒヤッとしましたが、なんとかなりそうですね。助かった。なぜアモミズをドランゴに与えるのか、これがわからない。どうもセーブガバから焦っている模様。それでなくてもプレイングガバガバなのに。この走者、コイリーに厳しいな。しかも旅のしおりを使って、後戻りできないようにしている。勝てなかったら再走確定では。愚痴って敵気苦しいので倍速ですが、ファンキーバード戦です。戦略は上の通りです。ホイミンがいればスクルトが入るので、そこそこ楽に突破できます。今の回復も世界中の雫を切るべきだし、ここに来て経験不足が露呈しています。来たわね、メダパニダンス。全体に混乱の効果。そのための天使の鈴です。混乱顔を引いて戦闘が長引くこともあるので、持ってるならどんどん使うべきです。ルカにさえ入っていれば、ドランゴは65、ピッキーは30前後のダメージを与えられるので、多少回復されてもなんとかなります。が、ここに来て鈴も回復役も底をつきました。もうこれは罪で。おー、ナイス。ナイス。ちょっと犠牲は多かったけど、まあいいでしょう。HP が低い。超おま。幾多の困難を乗り越え、仲間になった鳥を手なずけ、次なる助っ人を捕獲する準備をします。B クラスの突破により解放される扉は、蒸気2つ。中でも誘いの扉の魔王の使いは、強力な魔法を持つ優秀な攻撃役です。なのでもちろん、魔王の使いを捕まえに、誘いの扉に行くと見せかけて、幸せの扉へ行きます。持ち物は、最低でも骨付き肉一つと鬼滅刃だけでいいです。そして狙いの助っ人が早速現れました。ドラゴン族が即死するな。気を取り直して、助っ人セミモグラを捕まえます。セミモグラを捕まえる理由は上記の通り。特に睡眠耐性があるのは大きいです。捕まえる際は、骨付き肉一つで OK。それだけで有効度を100上げ、捕獲率も最大になります。さて、では早いですが、本 RTA 最大の難所、A クラスの解説に入ります。A クラスはここまでの配合禁止縛りで、きついと感じる戦法のフルコースになっています。1戦目は全体と夢のコラボレーション。2戦目は超火力、3戦目は上からの昏睡祭りになります。特に3戦目はラリホー体制が6にないメンバーでいけば、本当に完封されます。だから普通なら魔王の使い、今回ならセミモグラを用意した方がいいです。では、本 RTA5 個目の難所、A クラスです。初ターンは、キメラのラリホーマが来ないことを祈ります。来たら即リセが安定です。1戦目の動きは、ドランゴは激しい炎、ファンキーはメダパにダンス、セミモグラにはミートしてもらいます。2ターン目はファンキーだけハッスルさせます。
混乱は打撃系の攻撃で治癒することがありますが、激しい炎などの特技では治癒しません。なので、できるだけ混乱が長引くよう立ち回ります。次戦は初ターンの打撃がきついため、HP はほぼ満タンにしておきましょう。では倍速。2戦目です。見るからに打点がやばい相手です。ドランゴとセミモグラは初手防御、ファンキは決死のメダパにダンスです。防御しなかったらこの打点よ。まあまあ、いいクマさん2匹は混乱耐性がガバガバ。両方混乱するまで踊ります。って、我に返った。攻撃するならライオネックを頼むよ。グリズリーには常に混乱してもらわねばなので、溶けたらまた踊ります。理想は全員混乱ですね。特にライオネックは防御も高いので、マヒかクマに葬られるかしてほしいです。こちらの生命線はファンキーのハッスルダンス。あまり長期戦もできません。クマさんが2匹とも混乱して、ようやくドランゴに炎を吐かせられます。それまではずっと防御。だって通常打撃で3桁ダメ。そりゃフリーにできんわな。ライオネックは炎にも強耐性。こちらのまともなダメージソースは魔人斬りぐらいです。左のクマが麻痺。嬉しいような悲しいような。それよりも右に混乱入ってほしい。一応ドランゴはいなくても、ワンチャン3戦目を戦えますが、そもそもライオネックがきついです。一匹でも映ったら即リセする方が早いです。A クラスも当然の権利のようにリセマラゲー。ミミックや魔王の使いを使えば、少しはマシかもしれませんが、電車は出てくるのが運ゲーな上使っても3戦目に昏睡を食らいまくって、何もできないまま落とされます。魔王の使いは、実はまだ試していないのですが、そもそも倒しに行くのが困難で、この後使うにしても代役でこと足りるので採用しませんでした。それにセミモグラがコスパ良かったので、今回のキメラはあまり昏睡させませんね。いつもなら3連続ラリフォーマとか、平気な顔して打ってくるんですが、ラリフォーマは打たれたら、ファンキが催眠耐性がバガバなので、ほぼ寝ます。その後は全体攻撃で料理されるので、ラリフォーマが来た瞬間にリセットしていいです。こんな風にね、思想時はミミックやスラッピー、鎧ムカデなど、ここに来るまでに仲間にできる子を、いろいろ試しました。ですが大体寝るか、2戦目に粉々にされました。結果、白羽の矢が立ったのが、セミモグラだったというわけです。戦況は左クマが麻痺、ライオネック、右クマが混乱。混乱時の行動は、50% で味方に、25% で敵に攻撃。残りは転んだり麻痺ったりです。ライオネックが麻痺するか、混乱し続けることを祈りましょう。やったぜ。麻痺は自然治癒しないので、あとはやりたい放題です。気にせずタコ殴りしましょう。うむ硬い。最大打点のドランゴでも全然ダメが入りません。こうなったら防御虫の魔人斬りを使いましょう。相手が一匹なら、ガンガンにしておけば使ってくれます。今作の魔人斬りは、混乱、麻痺ならどうやら必中のようです。ちなみにレトロでは、休み、魔人斬りの必中コンボは、メタル系にしか通らなくなっています。3戦目は、ドランゴは防御、セミモグラはザキ、ファンキはメダパにダンスを振ります。両脇どちらも混乱はでかい。しかも片っぽ麻痺は非常にいい。初ターンにどれだけ相手を止められるかで難易度が段違いです。特にドランゴは初手で口封じされ、息を吐けなかったりするのですが、今回はそれ。しかもリップスはザキで押す。これは勝ちましたわね。うまくいくときはこんなもんです。ただ、
初手で誰か一人でも寝ると、崩されて一気に窮地に陥ります。竹もでクリアもいいですね。それにあまりメジャーではない子を活躍させられるのが面白い。テリワンはつくづく耐性芸だと思います。酒場でさっき戦ったマチコと会話。これで動く石像をもらえます。この動く石像は通常覚えない、ベホマラーを持っています。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。まだまだ続くんだぜ。ごゆっくりどうぞー。唐突にギャルゲが始まる RTA パート4、始まってるよー。こんにちはこんばんは。夜桜というものです。そろそろ佳境のハイウォータ国産禁止 RTA を、今回も走っていきます。いきなりヘルボックルが出てきました。捕まえます。捕獲率は上記の通り。チャートには下骨1ずつと書いてますが、骨2だけで最大捕獲率になります。聖地裁きの扉では、捕まえるモンスターが多いです。何をあげるか忘れたら、大体下骨にしてるので、その名残でしょう。しかし肉ガチャはロスいので、減らせるなら減らしましょう。野生モンスター捕獲時の仕様は、上の通り。解説時に HP に幅があったのは、こういうことだったんですね。捕まえたらステータス確認して、体重に期間。チェック項目は上の通り。例えば今回の HP は181。限界レベル38では全然足りないので、リセットです。要するに厳選します。ここでしないと、もっと面倒なリセマラゲーをすることになります。今回は HP が204。限界レベル40以上なら OK です。レベル40ありました。厳選終了です。2回目で終わるなら、運がいい方です。ヘルボックルは預け、編成を元に戻します。この厳選では、守備が90を超えているなら、多少 HP を妥協しても大丈夫です。まだまだ用があるので聖地駅間。なんで聖地なのかも見てればわかる。誰もこんなに出てこいとは言ってない。というわけで欲しいモンスター2匹目、キラーグース、群れでやってきました。捕獲率も、ヘルボックルと同じ計算式。メガパニに注意しつつ、骨に異常を与えましょう。今回は捕獲運が非常にいい。アウトファンキー、インキラーグース。すぐ野生を下げましょう。あと仲間にするのはミミックです。ミミックは宝箱になりすましているので、見つけたら開けるを繰り返します。これは違う。お、二つ。出ない時はあります。どんどん探して開けましょう。ちなみに裁きの扉の宝箱が、ミミックである確率は 10% です。ソシャゲの最高レアよりはマシですね。また、アイテムが宝箱として出現する確率は、聖地では 30% です。出ない時は出ないです。思想ではヘルボックルの厳選や、キラーグースの捕獲をしつつ宝箱を開けていて、すぐ出てきてたのですが、今回は、ここまでの運の揺り戻しが来ているようです。まだかかりそうですかね？ミミッちゃん、出ておいでー。ダメみたいですね。一旦帰還して、次の段階の準備です。持っていくものは上の通りです。また、お金は預けた方がいいです。ここからはフロアリセマラで宝箱を出しに行くようです。また、さっきも右解説で書きましたが、聖地でミミック部屋は出てこないので、粘るしかないです。こうなるなら、魔王の使い捕まえに行った方が早かったまである。やっと出てきた。捕まえられるかどうかまた別やけど。ミミック戦は一発勝負です。
逃したらまた探すしかないので、場合によっては再走です。90% の運ゲーに勝ちましょう。ミミック戦に限らず注意するのは混乱。混乱したモブ敵は、逃げることがあり、逃げられたら当然捕まえられません。やったぜ。アウトドランゴインミミック。もちろん野生も下げます。そして穴の前でセーブして、3の倍数回のリセマラをします。確率は 50%×15%、つまり 7.5%。きたー。配合禁止縛りの切り札、コロシアムです。ここでは強制3連続戦闘を強いられます。出現ヒロインは野生と完全に同じスペック。ただし、出てくる子は、こちらのレベルを参照して変わります。詳しくは上記の通り。モーザタソも打点高いけど、欲しいのは君じゃない。だから倍速だぜー。戦闘では、ピートが回復と打撃、ミミックがメラゾーマ、キラーグースが誘う踊りとメダカニを打ち続けます。お、外悪ですファレーナさん、チェス。メラゾーマで燃えて、どうぞ。ここまではウォーミングアップ。ここからが本番です。狙いのヒロインがいないので倍速。このランク帯で出るモンスターは上記の通り。先方も1周目と同じでいいです。ただ、キラーグースは不思議な踊りを打ちたがるので、命令する方がいいです。鏡のシルエットが見えますね。これは大きい。いいモンスターが来ましたね。お分かりだと思いますが、攻略します。成功率は上記の通り。下骨一つずつ以上で最大になります。取り巻きのスカルゴンは HP が高く、メラゾーマを何発も撃つことになります。MP 消費が激しくなるので、エルフの飲み薬があると楽です。何しろここで攻略したいヒロインはあと二人。まだまだ先は長いのです。長いので倍速。相手が強いのも当然。このランク帯は本来、もっと先の扉で出現する子たちで構成されているので。ではなぜ今捕まえるのか?その方が早くてこの後楽になるからです。悪魔の鏡、アクアーが仲間になりました。なんとなくダメそうな名前ですが、この子はできる子です。アクアーは牧場に送り、残りのヒロインの攻略を目指します。目指すはハーレムルート。アクアーを攻略した時点で今回はかなり楽です。なんならこのまま、アクアージュナイルートでも楽に進められるのですが、あともう一人攻略できるとタイムが縮みます。なのでこのまま続行。3周目にも突入します。攻略対象のシルエットを確認。どっちがいい?これ。でも、ダンスキャロットの方が。ただし本作の仕様では、1回の戦闘につき、攻略できるのは最後に立っている1人のみです。中の人も言ってますが、今回はダンスキャロットの方を狙います。理由は2つ。1つ目が、ライオネックは鏡の扉でも出現するから、2つ目が、ライオネックは厳選したいからです。それも含めると、コロシアムでの攻略優先度は、鏡、ザンキャロ、ライオネックの順番になります。コロシアムで起こりうる分岐は、上にまとめました。もちろんハーレムルートがいいのですが、いかんせんコロシアムで出てくるヒロインは完全ランダム。妥協するのも仕方ないです。ライオネックはメラ完全耐性。ただのガバですね。ちなみに、一周内で鏡が出る確率は、約 37%。分岐のどれかになる確率は、約 46% です。当然苦しいので、2周以上することを前提にしています。なお、2周内で鏡が出る確率は約 67%。分岐のどれかになる確率は約 77% です。本 RTA では、コロシアムを2回出してもダメなら、再走することにしています。
コロシアム鬼界出すなら大抵4周はできるので、大体大丈夫だと思います。一応コロシアムなしでクリアできることも確認していますが、タイムは明らかに遅くなります。なので、タイム短縮と、この後の低難易度化のために、ギャルゲーコロシアムをやってます。というか長いので倍速。ウィングスネークもメラ完全耐性なので、苦戦しているようです。誤って攻略対象をやってしまいました。こういう時は、世界中の派で蘇生。なんとかなりましたが、好感度が心配なところ。蘇らせてもこちらを一目に来るヤンデレヒロインの鏡。とりあえず最高級の肉でご機嫌を取ります。食いしん坊ヒロイン大好き。というわけで、ヤンデレ食いしん坊系ヒロインの段の攻略に成功しました。今は泣きキラーグースと交代。戦闘中に野生を下げれたと思うので、またご機嫌を取ります。今回はこの純ハーレムルートで十分です。うまいこと切り抜けて生還したいです。が、結構きつそう。回復薬も尽きてます。ファン機戦の影響ですね。本来なら使う技ではなかったので。本作の幻滅ペナルテは、所持金が半減、大半の道具の消失です。だからあらかじめ、お金を預ける必要があったんですね。ここで S クラスの費用が足りないことに気づいたようです。鏡の扉用の道具購入もあるので、臨時の肉ガチャを入れるか迷っているようです。今回は結局行きましたが、結論から言うとお金は足りてました。預かり所に余分な霜降り肉があったので、それを売れば OK でした。ですが、コロシアムでデスルーラする可能性を考えると、お金や肉はもう少し集めておいてもよかったです。道具やリセマラはいらないような。S クラスに挑む前に、道具整理。持ち物は上記の通りです。20個全部埋めましょう。終わったら、格闘場へ。作戦変更してセーブして、行くぞー。でってってででっかんでってってでで。S クラス1回戦です。ダンスキャロットの死の踊りが来ないことを祈りましょう。今ダンが集中してましたね。補助技の通りが良くなります。これは性格によるものです。前パートのホイミンもやっていましたが、MP 消費霊の回復や、防御の効果アップなどがあります。ガンガンや命を大事になどを地道に選んでいると、性格が良くなり、そういう効果が得られたりします。死の踊りが来てしまいましたね。一人でも映ったらリセットです。いつも S クラスはノリで突破しているので編成が安定しないのですが、やっている感じ、全体攻撃が一つはあれば安定しているイメージがあります。なので困った時のドランゴ頼みです。しかも S クラスでドランゴを使うのは、実はとても美味しいのです。なぜなら相手のダンスキャロットが、死の踊りをあまり使わなくなるからです。これは以前紹介した、悪魔の騎士が相手によって皆殺しを撃ってこなくなるのと、似たような仕様です。今回のダンスキャロットの攻撃力は、左が84、右が86です。ドランゴの防御がそれを下回ると、死の踊りを使うより殴った方がいいと AI が判断し、打撃の方が優先される、ということらしいです。技選択の AI は複雑で、データ解析を見てもなかなか解読が難しいです。ドランゴの加入で安定したようです。2戦目に備えて回復してから、勝ち切りましょう。S クラス2戦目です。ドラキーの昏睡とスライムのベギラゴンに気をつけましょう。ちなみに軍隊アリは、最弱で有名なキリキリバスタと、特技耐性が全く同じです。そういうモンスターを生かして戦ってくるあたり、マスターの鏡だよな、と思います。配合禁止 RTA も、いわゆるマイナーなモンスターを使ってなんぼのレグレーション。実は今も、
ゴルスラ以外の配合他国産禁止で、は多豪華ニュー RTA チャートを作成しようと考えています。そのためにもいろんなモンスターに目を向けていきたいですね。やっぱ全然違うな。あのマスター、どっかで見たことあるような。まさか王様が大樹のラスボスなんて激アツ展開なわけないですね。というわけで S クラス最終戦です。戦略は上記の通りで、誘う踊りさえ打っておけば良さげです。しかし素早さが前後しやすいのか、稀によく相手の行動を許してしまいます。行動された場合、どの子の攻撃もきついので、回復が間に合うよう祈りましょう。ちなみに通常 RTA では、メタルドラゴンの皆殺しで、ハブメタやキラマを処理したりしなかったりする模様。でも今回は成功法でいきます。では倍速。なんで等速に戻す必要があるんですか？では踊り要員がいなくなると大体罪です。これは苦しい。ほぼほぼ負けなので、倍速。敗因は並び順です。今作では最後尾の仲間はダメが2割カットされます。なので不意にやられないよう、ダンスキャロットは最後尾に置きましょう。A クラスのファンキーバードなんかも、この仕様を利用して、グリズリーの打撃を耐えてます。この作品質なので、ぜひ覚えましょう。最終戦も目前。ここを切り抜けたら、長かった中盤戦もようやく終わりを迎えます。再戦です。戦略はさっきと同じですが、気をつけないといけないことがあります。それはレトロ版特有の挙動です。レトロ版特有の仕様なのか、特技や呪文に低確率でクリティカルが発生することがあり、本来メタル系に通らないはずの、激しい炎などの全体攻撃で、ダメージが入ることがあります。上が参考動画です。なので、これが発生した場合はバグとして扱い、リセットしています。そして本 RTA でも対策のため、ここから引き切ってドランゴには通常打撃させています。ここから倍速。余談ですが、メタルドラゴンがたまに使う砂煙は、マヌーサより微妙に性能が悪いです。最後はドランゴの魔人斬りが決まり、無事星降りの大会出場が確定しました。S クラスを勝つとストーリーが進み、王様から、鏡の扉で未来を見てこいと言われます。じゃけん、仲間を再編成して、鏡の扉に行きましょうね。鏡の扉なんだから、アクアは当然連れて行きます。むしろなんで野良で出現しないのか永遠の謎。というわけで今回はここまで。次回は星降りの大会編です。ご視聴ありがとうございました。まだまだ続くんだぜ。ごゆっくりどうぞ。地声は無視してください。シークバーを動かしてね。ある日、少年テリーカは姉のミレイユをアルボーに連れ去られてしまう。ミレイユの手がかりを探すため、テリーカは精霊に誘われ、大樹の国に降り立った。大樹の王から星降りの大会で勝てば、ミレイユが見つかるかもと言われ、モンスターマスターを目指すことになった。様々なモンスターを仲間にし、出会いと別れを繰り返すテリーカたち。たった1時間で、大樹内でも頭角を現し始めた。道中、卵を拾ったテリーカは、配合という概念を知る。しかし未成年なので、大人の事情でやらせてもらえなかった。
戦うほどに高くなる壁。倒れる仲間も増える中。じゃんけんして。野球拳して。ギャルゲした。そしてついに、大樹代表の座を勝ち取ったテリーか。そんな彼に、大樹王は未来を見るため、鏡の扉へ行くことを勧める。一路鏡の扉へ。そこで少年は、自らの運命を知ることになるのであった。運命と宿命を知るための RTA パート5、始まってるよ。こんにちは、こんばんは。夜桜というものです。今日も今日とて、ハイボーと他国産を禁止して、RTA を走っていきますよ。今は魔法使いを出すための準備をしているところです。何せ鏡の扉は全29回まともに降りていけばロスです。出ました、16画面マップです。こういう道幅が画面いっぱいのマップはだいたい16画面になります。魔法使いが出るまで倍速。2階では聖水を使って魔法使いを探しましょう。ちなみに今回の編成では、ダンスキャロットがレベル44あるので、ほとんどの相手から逃げることができます。なのでダンスキャロットがいるルートでは、聖水を減らし、代わりに肉や回復薬を多めに持っていけます。魔法使いを見つけました。稀によく苦戦はしますが、MP は浪費しないようにしたいです。戦略としては、悪魔の鏡で模写して、ダンキャロが踊り、ピートが回復します。模写先は、攻撃性能が高い敵でいいです。模写は相手に変身する呪文です。この辺はアドリブで決めてます。そういえば、本 RTA で他国産を禁止している理由は、技をいろいろ覚えられて強いからです。他国産解禁なら、A や D クラスカットもできると思います。戦っている間に、全パートの分岐の話でもします。全パートで、本草は2の純ハーレムルートに入りました。このルートでは、鏡の扉でライオネックを仲間にすれば、あとは正規ルートと同じ進行になります。つまり記録も狙える両ルートになっています。正規ルートの強いところは、S クラスからダンスキャロットを使える点にあります。全パートで捕獲したキラーグースは、補助役としては優秀ですが、足が遅く、耐久がややなんです。ワープ。一方ダンキャロは足が速く、ジュランに特攻攻撃されません。鏡の扉で確定逃走もできます。なので、ダンキャロ含みの編成は、鏡の扉は比較的楽に進行できます。さて、ではワープできたので、ライオネックを探しつつ、ライオネックの話をします。ライオネックは本パートの主役。ピートにできない全体攻撃が優秀です。さらにもう一つ大事なことがあるのですが、詳しくは星降りの大会の時に話します。ライオネックが出てきました。2体出ると苦しいですが、セーブもしてるのでなんとかなるでしょう。もちろん捕まえますが、厳選します。目標は HP235 以上。あと可能なら攻撃力185以上あるといいですが、そこまで重視しなくていいです。では倍速。そろそろ分かってきたと思いますが、与える肉は、霜降り1と骨付き1だけでいいです。ライオネックが起き上がりました。HP チェック。攻撃はいいですが、HP が低いのでリセット。この厳選はかなり重要です。少なくとも HP だけは、必ず235付近以上を狙いましょう。OK。ピートとチェンジして、野生を下げます。では、もう一匹の星降りメンバーを捕まえるまで、倍速。道具屋が出ました。世界樹の葉を補充するとこの先安全です。そして、もう一匹の星降りメンバーが出てきました。そうです。ライオネックです。星降りの大会は、この2匹のライオネックと、
ダンキャロで突破します。ダンキャロがいない場合は、キラーグースで代用します。おそらくこれが、星降りの突破で一番早い編成だと思います。その解説は、星降り中にあります。2匹目のライオネックは、霜降り2つで捕獲率が最大になります。というか大体のモンスターは、霜2で仲間になります。一番きついものでも、霜4が最大です。杖を使わないなら、無駄遣いしないようにしましょう。ジャミラスが切れますよ。では倍速。もちろんこのライオネックも、HP235 付近以上を狙います。リセット。やっと出た。OK。しかも守備も高い。27階に降りる前に、コロシアム回避のセーブ。MP 消費が激しい場合は、境界リセマラもしていいと思います。やることが終わったので、ボスまで倍速。オッスデュランくん、久しぶり。魔王の使い戦です。誘う踊りで止めてる間に、模写して主導権を握りましょう。キラーグースを入れているルートでは、稀によくメラゾーまで焼き鳥にされて、やや苦しいです。言うこともないので、倍速。お前は ?3 時間前にあった、全自動卵割り機じゃないか。対戦よろしくお願いします。というわけで、謎の剣士テリー戦です。未来のテリーカ君の姿のようです。どっかの弓を使わない旧兵みたいな、激アツ展開だなぁ。そんな未来のテリーカ君の趣味は、ダンレゴの模様。誘う踊りで、それはもう派手に踊ってくれます。打撃こそ痛いものの、初ターンさえ切り抜ければこっちのもの。模写した後に世界樹の雫を使えば、そこそこ安全に立ち回れます。なので倍速。今回は、次を見据えて雫は温存。この辺は臨機応変に行きましょう。最終戦の相手はデュラン。なんか難しいこと言ってるけど、この人、賢さ10です。デュラン戦です。脳筋なので行動は読めないですが、打点と耐久が高いです。こちらの動きは、ライオネックは防御、悪魔の鏡は模写す、ダンキャロは誘う踊りです。脳筋をインストールしたアクアは、命令させろで攻撃させます。真空はさせるよりはダメージが出るので、ライオネックもテリー戦まではダメージが通るのですが、脳筋はびくともしません。なので大体防御させておきます。ダンキャロはいろいろやろうぜにしておけば、たまに見かわし客を使って、移行攻撃をかわしたりかわさなかったりします。真空波はかわせないので、お好みで。このデュランは非常に硬いので、通常プレイや通常の RTA では、ルカニを入れることが多いと思います。ですがこの縛りでルカニを入れようと考えても、あまり候補が出てこず、安直に模写スを使うことにしました。一応はクアガチムチカ計画以外にも、いろいろ作戦を考えていたのですが、どれもタイムや手間を考えると、微妙だと思いやめました。大体安定しているので、散々引っ張っていた裏ヒロインルートの話でもします。気づいている方もいるかと思いますが、裏ヒロインはマネマネです。マネマネは牧場の扉のボスで、怒りの扉後から仲間にできます。しかし耐久が薄いため、デュラン戦と道中が辛い上、牧場の扉を降りないといけないので、それなりにロスします。よって、よほど条件が揃わない限り、マネマネを使うルートは非推奨です。
それでも継続するルート候補にしているのは、少しでも完走できる確率を上げるため。それだけコロシアムが運ゲーということですね。ちなみにコロシアムで何周もして、ピートのレベルが上がっていた場合、身代わりを覚えるため、マネマネをかばうことができ、多少安定します。では倍速。経験値が美味しい。ダンサーが何か言ってますが無視。帰ったら、星降りの大会に挑むことができます。牧場で編成を整えます。実はこのままでも突破は可能ですが、安定性を上げるために少し準備します。今やっていたのは、星降り後のための道具整理。さっきヘルボックルを入れてなかったのは、ロスです。ダブルネックとヘルボックルの編成で、格闘場左の扉を降りていきます。狙いの2画面マップ。これが出るまでとにかく降りる必要がありました。旅のしおりでセーブしてから降ります。2画面マップの何がいいかというと、金融詩人出現のトリガーだからです。金融詩人は他国マスターで、とある攻略本でも、出現条件が伏せられていたキャラです。バギクロスを打つだけなので倍速。詩人により一番低い能力、ダブルネックは MP が、ヘルボックルは守備が20上がりました。全パートで、ヘルボックルの攻撃と守備の上下を気にしていたのは、この詩人効果のためです。なお、ヘルボックルには詩人を入れないと、この後苦しくなりますが、ライオネックには詩人を入れなくてもクリアは可能です。今度こそ編成を、ライオネック、ダンキャロ、ライオネックにし、並び順もこの通りにします。後ろに置くライオネックは、耐久が低い子にするのがベターです。今作の最後尾は、ダメージ2割カットの補正があるので。ではセーブして、行くぞー。というわけで、星降りの大会です。ルールはいつもの闘技場と同じです。1回戦です。ライオネックのバギクロスに3発で吹き飛ばします。寿司王丸のマホトーンがダブルネックに刺さったら、高耐久のヤマタノオロチを突破できないため、即リセです。使われないよう祈りましょう。ダンキャロは、ずっといろいろやろうぜで踊らせて、マホトーンや激しい炎を止めましょう。見どころもないので倍速。2回戦です。マットの打点やアンドレアルの妨害がいやらしいです。ダブルネックが真空切りを使わないことと、マットの回心。まあダンキャロは次使わないし、最悪このままでも。ああ、やめ。それはもう終わったのでは？終わり申したのでは？もうめちゃくちゃだよ。ライオネックはたまに真空切りを使いますが、ダブルクロスでユニコーンを倒してほしいです。というわけで再戦です。バギクロス ×2 を使うことを祈りましょう。あ、よし、よし、OK。あとバギクロスユニコーンとして。バギクロス特有のでかいダメージ幅。今回は出なくても構わないです。また、ダメージがブレすぎると極稀に相手を全滅させてしまいます。3戦目に備えてほぼ全開で挑みたいので、そうなったらリセットです。ユニコーンは、普通のバギクロス ×2 で大体落ちます。なのでここの難易度はそこまで高くないです。MP を節約して勝ち切りましょう。ちなみに詩人なしで挑む場合ですが、2戦目まで MP をケチって、打撃で倒すなどの動きが必要です。あまり安定はしないので、RTA ではヘルボックルに詩人を入れる際に、ついでに入れてます。ミレユ？同姓同名かな？
突破できれば超でかい。そのまま飛んでいける。違ったわ。本人だったわ。なんかいろいろ言ってますが、兄弟喧嘩して、どっちが上か決めようぜとのこと。対戦よろしくお願いします。最終戦です。ダブルネックは防御、ダンキャロはいろいろやろうぜして捨てます。メタキンが打撃したのはでかい。ダンキャロは誘う踊りで、ジターンのメタキンとコアトルの動きを止められれば儲け物です。2ターン目は2匹とも回復。今回は1匹殴りに行きました。コアトルはバギクロス4発で落ちます。たまに3発で落ちることもありますが、ラッキー程度に思っておきましょう。また、バギクロスを打つときは、ベホマラーを打てる回数が減らないよう調整しましょう。コアトルの攻撃が苦しいので、倒すまでは回復を怠らないよう注意します。あとは二軸弱の打撃が、偏らないよう祈りましょう。偏りすぎると攻撃の手が減って負けます。今回は運よく3発でコアトルが落ちました。あとは攻撃でメタキンと二軸弱を倒します。ここからは HP 管理が大事になります。ベホマラーの回復量が90-120なのを考慮しつつ、無駄なく立ち回りましょう。ギリギリにはなりますが、勝ち切れるはずです。会心はでかい。結構楽になったので、今回のキーマンライオネックの解説をします。ライオネックを採用した最大の理由は、優秀な呪文耐性にあります。初ターンは防御しますが、立て直し時にライデイオナズンに見舞われれば、ほとんどのモンスターは落ちます。しかしライオネックは耐性と高耐久で受け切り、しかもベホマラーで立て直しも可能。おまけに全体攻撃もあるので、星振りの大会のために実装されたモンスターと言っても過言ではありません。2匹にしたのは、1匹では回復の手が足りなかったため、ダブルにした途端、安定度が上がりました。ちなみにダンキャロ不在の場合の編成、ダブルネックキラーグースは、かなり少ない手間で、そこそこの安定度で星振りを突破できます。レベル上げも一切いらないので、おそらく一番早く完成する編成だと思います。2時間34分。いいっすね。いいっすね。5時半でいけるぞ、これ。長いので、倍速。一段落したので、ここまでの感想です。かなり早い時間できました。一度走った時はコロシアムで沼り、ミレイユ突破が 5.5 時間だったので、約1時間更新しています。運はだいぶ良かったのですが、その分ガバプレミも多く、反省点が多かったです。こういうガバとかね。やらかしたうん、壮絶ガバ。ようやくトイレ行ける、トイレ行ける、トイレ行ける。早肉出せ、肉出せ。よいしょ。ここで、パート3、4内の米を返していこうと思います。
忘れた。あとはハグメタ勝って終わりや。勝てるぞ、勝てるぞ。ドランゴにチェンジの背中忘れた。どうしようかな、俺。できるかな。回数ここまでの回数だけど結構早い、だいぶ早い、だいぶ早いよ今回は。だいぶ早いっていうかめっちゃ運が良かった。そういえば今回の編集中に気づいたのですが、パート1とパート2の境でタイムにズレがありました。編集の際にガバったのでしょう。次パートのゴール時に修正します。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回最終パートです。まだまだ続くんだぜ。ごゆっくりどうぞ。地声は虫だ。シークバーを動かすのじゃぞ。いよいよ大詰めの RTA パート6、始まってるよ。こんにちは、こんばんは。夜桜というものです。今回も配合と他国マスターさんを禁止して、RTA を走っていきますよ。お姉ちゃんに勝っても、おしべとめしべは愚か、足し算もわからないテリーカくん。特に意味もなく、は多忙の言葉のまま、体重にトンボ返りすることになったとさ。というわけで通常プレイでは、ここからやり込んでいくのが定例です。各有本 RTA は、モンジーの撃破を目指します。モンジーには今からでも挑戦できますが、普通にプレイしていてもかなりの強敵。倒せなかったプレイヤーも多いとか。じゃけん、しっかり準備して挑みましょうね。向かうは親の顔より見た支配の扉。例のアイスを借りますせ。21回以下に降りるため、魔法使いを出します。今回はコロシアムでジュンハーレムルートに入ったため、支配の扉へ直行していますが、悪魔の鏡やダンキャロがいない場合は、狩りの前に捕獲しに行く必要があります。ダンキャロはまだしも、悪魔の鏡は捕まえに行くのがかなりロスいです。だから星降り前に捕まえて短縮を狙うのが、コロシアムを使う利点と考えています。画面は魔法使い戦です。ドランゴの激しい炎と、ダンキャロの誘う踊りでなんとかなります。ダンキャロがいない場合も、捕獲へ向かう際に魔法使いを出しますが、その時はキラーグースで代用しましょう。22階に着きました。ここからはひたすらはぐれメタルを借ります。目標はヘルボックルが成長限界を迎えるまでです。今回はレベル40まで上げたら、そのままキメラの翼で帰還します。はぐれメタルが出ました。取り巻きのブチキングが厄介ですが、まだ余裕はある。逃げられたら、こちらも即逃げです。はぐめた狩りでは、ブチキングがいない編成を狙いたいです。見ていればわかりますが、ブチキングは昏睡攻撃を持っており、休まない上に高耐久なので危険です。MP の余裕がない場合は、全滅回避のため、はぐれメタルがいても逃げましょう。はぐメタにはほぼ確実に先制されるので、誘う踊りからの魔人斬りの戦法が有効です。逆に言えばほぼ先制されるので、常に全体100弱のダメージを覚悟しなければなりません。つまりはぐれメタル ×2 の編成も、デス演歌になります。デス演歌の例に関しては上にまとめました。ちなみに、単純なはぐれメタルの出現率は 45.2%。かつ、武器キングが不在の編成は、16.2% で出ます。必要な経験値は、大体10はぐれメタル前後。早ければ10分程度で終わります。今回は買えなかったですが、銀の盾ごと持ってこれると多少タイムが縮まります。
さて、戦況は結構苦しいです。特に最初は、ヘルボックルもベホイミしかないため、回復が追いつきません。なのでブチキング含みだと、はぐれメタルを買ってからが本番です。やられたらすぐ、世界樹の葉を加えさせます。鏡の扉の残りと合わせて、二つは用意しておくといいです。ヘルボックルがベホマを覚えました。しかしそれでも苦しいので、油断せずに狩りを続けます。道中ではできるだけドランゴの MP を稼ぎたいので、銀の盾ごとがあってもある程度は歩きましょう。エルフの飲み薬が残っているなら、多少盾ごとを連打しても大丈夫です。レベリングしている間に、モンジー戦の解説に入ります。通常プレイで戦う場合でも、結構苦戦するモンジー戦。パラメータはこのようになっています。特に侵入のジゴスパークが非常に強力で、耐性がなければ全体に200近いダメが入ります。なので対策が必要になってきます。ただし基本的な方針はとてもシンプル。模写すして殴るだけです。これだけきっとそれでいけるのか、と思われそうなので、解説します。まずはゴールデンスライム。全モンスター中最強クラスの耐性を持っていることで有名です。回復薬なので優先的に倒したいです。地味に打撃500オーバーを叩き出すので、とにかく誘う踊りで止めましょう。次に補助役のローズバトラーです。この子は大抵マネマネをして、こちらの攻撃技などをやり返してきます。しかも凍てつく波動持ちのため、スクルトを積んでも無効化されますし、モシャスも解かれてしまいます。なのでローズバトラーを突破するまで気を抜くことはできません。じゃあ、凍てつく波動はどうするのか？それは見ていればわかります。最後にアタッカーの侵入です。大体精神統一からの2連続ジゴスパークで圧倒してきます。打撃も200オーバーを出す上、相手が1匹になると、魔人ギリ運ゲーを仕掛けてきます。なのでできるだけ、3匹残るよう立ち回る必要があります。そんな強大な相手に対する、こちらのメンバーは、今寝たり寝なかったりしてる、ダンキャロとヘルボックル、そして牧場にいる悪魔の鏡です。数値があれですが、これでもクリアできます。まずは最初の砦で、ダンスキャロット。いつもの誘う踊り要員です。デイン強耐性のおかげでジゴスパークを半減で抑えられるのと、侵入の上を取れるのが強みです。次にヘルボックルです。ただの回復要因ですが、一番大事です。回復技持ちでは、ファンキーバードを除いて唯一のデイン完全耐性なのが採用理由です。しかも今回の耐久調整では、侵入の攻撃を素で受けても、一突は大体耐えます。最後に悪魔の鏡ですが、この子はただの模写す要因です。魔法カンタを使わないことだけ祈ります。というわけでレベリングが終わって、さっき帰ってきました。ヘルボックルはダメージカットのため、最後尾に配置してセーブ。ついに最終決戦を迎えます。あなたは大樹の国の道案内したり、卵を孵化させたりしたおじいさん。そんなモブキャラがラスボスです。なんでやろな？モンジー戦です。なんやこのチューパーって感じですが、頑張って倒しましょう。初手、悪魔の鏡とヘルボックルは命を大事に。ダンキャロは踊らせます。踊りが入ったら、鏡に模写すさせ、ヘルボックルのベホマを入れる。それであとは殴るだけです。ジゴスパークが非常に痛い。魔法カンタもいらない。でも魔法カンタを打ったら、次は模写すしてくれるので、次のターンから一転。死んだキャラを生き返らせるとか、そんな物理法則を覆す技、持ってるわけないんだよな。他国マスターさんを解禁するなら、低ランク帯のヘルボックルが、ベホマとザオリクを両立してるので使えます。
気を取り直して、対戦よろしくお願いします。からんけど。さっきはモシャスのタイミングが遅かったので、初手から狙います。ローズバトラーが殴ってくるのは珍しい。こちらの耐久が低いと、AI も多少変化するのですが、それでも思想も含め、ローズバトラーが殴ってくるのはあまりなかったです。こうなると、ダンキャロのレベルをもう少し上げた方が良かったかもしれません。それでは3度目の正直、対戦よろしくお願いします。とにかく死者が出ないことを祈ります。祈りが届かなかった。さっき逃げ前言ったじゃん。どうしたんだよ、思想では、ダンキャロの耐久がもう少しあったと思うので、その影響でバトラーが殴ってきてますね。もしかして耐久足りてないしかし、初戦で身構えている以上、マネマネを打つ比率はそこそこ高いはず。ダンスキャロと耐久。とりあえず何でもしますから勝たせてください。これであげる。身構えた。そしてモシャスが入る。センダルおモシャスが入れば勝つる、あとはひたすら殴って踊って回復です。ゴルスラには見ての通りのダメージ量。ベホマラーでごまかされる打点なので、誘う踊りかばいキルトは必要です。アクアーに回復が入らないときは、防御もシェア、安全に行くべきです。さて、ここからは大体同じことの繰り返しなので、最後まで等速でお送りします。悪魔の鏡にベホマが入りました。これでそこそこ安定はします。しかしダンキャロはジゴスパークに対し確定3発ないですし、通常打撃も2連もらえば当然落ちます。ヘルボックルにしても、耐久調整してもなお薄いので、油断できません。それにゴルスラもちょいちょい攻撃して、ヘルボックルを削ってきて、今も割と HP が危ないです。というわけで、まずはゴルスラを地道に削り、少しマシな状態に持っていきましょう。モシャスした後は、ローズバトラーはあまり殴ってきません。しかし当然いて、波動でモシャスを剥がしてくる可能性は、常につきまといます。しかし運がいいことに、ここまで波動は使われていません。これは技選択の仕様が影響しています。言っていただきましたね。ここからは立て直しが必要です。ダンキャロがとにかく止めることを祈り、月を見て悪魔の鏡にモシャスを使わせます。できれば神竜に高校踊りが入れば安全ですが、ダンキャロは神竜の素早さ実数値280を抜いているので、ちょっと難しめです。無事モシャスを使ってくれましたね。魔法カンタも使わなかったので、ラッキーです。凍てつく波動は、対象になる技効果が相手に合計3つ以上かかっていると、使われる可能性が跳ね上がります。さっき、それと現状でも、対象になる技は三河四脚とモシャスだけです。ここに魔法カンタまで入ると、合計3つになってしまうので、波動を使われる確率は上がります。技選択の AI の計算は結構難解で、正確な確率は算出していません。しかし、体感では確率が上がる前はだいたい1、2割程度。上がった後は4、5割ぐらいな気がします。第一関門、ゴルスラを倒しました。これで少しは楽になります。次の関門はローズバトラーです。AI がゴルスラ、バトラー、神竜の順で攻撃させるので、流れに身を任せましょう。ローズバトラーはマネマネによって、通常打撃でも反撃してきます。ちなみにローズバトラーが回避しても、反撃はしっかり返ってきます。見ての通り反撃も結構停滞です。悪魔の鏡の HP が500を割ったら、防御させて回復するのを待ちましょう。マネマネは攻撃技だけでなく、補助技もいくつか返せる模様。もしもシャスを縛る場合は、
そういう技を使うことになると思います。今回はタイムもあるのでモシャスは解禁。この縛りではモンジーを倒せる戦略があるだけマシだと思います。ゴルスラを倒した後の相手の AI は、特に変わることはないです。変わらず親友の打点は高いですし、ローズバトラーも大体身構え、たまに波動を打ったり攻撃したりします。つまり変わらずきついままです。ですが根気よく続けるしかないです。親友に高校休みが入ったため、やることのないダンキャロが殴ってしまったようです。三河支局が入っていたのが、いい方向に作用したようです。ああいう高校休みが入った場合は、ダンキャロも防御すべきです。ついにローズバトラーを突破しました。あとは親友だけです。ここまで来たら、あとは親友の自力突破が怖いだけです。ぶっちゃけダンキャロは、お守り程度にしかならないので、最悪落ちても大丈夫ですが、こちらが3匹耐性なら、かなりの確率でジゴスパークを打ってくれて安全なので、できるだけ延命します。延命するなら、HP が全員全開の時や、精神統一を見た時に、ダンキャロに防御させるのが安定です。ただ、今回は精神統一時に止めたいという意識が働きすぎて、ガンガン踊らせてます。実際精神統一されても、その次のターンまでに止められれば儲けもの。この辺は好みでいいとは思います。それに少しでも通常打撃をされる確率を下げるのも、大事なことなので、回復薬を殴るのは勘弁。ヘルボックルは速さで侵入の上を取れていないので、時ターンが怖いです。ちなみに今回のヘルボックルは、最大限界レベル42に達していないですが、たとえレベル42でも実数値243なので、侵入の素早さ280を抜けません。会心はうまい。というか悪魔の数字666。悪魔の鏡らしい数字ですね。あ。これは防御すればよかっただけなので、ただのプレミです。まあもともと最悪ダンキャロは落ちてもいいというつもりで。あ、危ねえ。全然撤回です。全然大丈夫じゃないです。許してください。何でも島村。こちらが2匹耐性になった途端これだよ。イエーイ。なんてことだ。しかも被弾して後がない。でも多分あと少しだから耐えて。今のうちなんとか。かわせ。おっしょ、オッケー。危ないよ。ここでタイマーストップ。タイマーストップ。実際の走りではスマホのタイマーをセットしてから走ってました。なので動画タイトルではこの数字を出していました。ただ、正確なタイムは、前パートで説明した通り、約22秒差し引いて左のようになります。それでは完走した感想ですが、全体的に運がいい走りでした。コロシアム周りがすんなりいったのが大きかったです。ただ、まだ詰められそうなので、誰かが走ってくれたらなと思います。それでは皆様、大変長らくのご視聴、ありがとうございました。まだ少しあるので、よければ見てください。後取りですが、今回のモンジーメンバーです。星がついてないのでもちろん配合していませんし、技構成からも野生さんだとわかります。以上です。ご視聴ありがとうございました。まだまだ続くんだぜ。ごゆっくりどうぞ。今のうちなんとか。かわせ。
おっしょ。こんにちは、うく主です。ここでは、今回の RTA で起用したモンスターたちを紹介します。言ってしまえばエンドロールのようなものですね。改めて見ると、ピン起用も含め、いろんなモンスターを使ってますね。せっかくなので、RTA で出ていない、使う可能性のあった子や、あえなく不採用になった子たちなども、何匹か紹介していこうと思います。起用した感想も含め、できるだけしっかり解説しようと思います。よろしくお願いします。では、登場人物紹介、スタートです。スラボーです。ピッキーを捕まえるまでのつなぎです。もし不可禁止縛りまで入れるなら、ドランの代わりになる可能性がビレゾンの模様です。ドラーです。序盤の補助役兼壁役です。地味に防御高いので、ピッキーの防壁になるんですよね。最近はピッキーの代わりに喜びの扉突破と、B クラス突破にも起用してます。アントベアです。今回は捕まえませんでしたが、捕まえたらホイミン突破速度が早まります。打点が高いので、スラボーの代わりにピッキーまでのつなぎにすることもあります。ホイミンです。すべての呪文が必須級の超優秀ヒーラーです。耐久が低すぎるのが弱点。ちゃんと育成すれば終盤まで使えるポテンシャルを秘めてますが、経験値がかなりいります。キリキリバッタです。会心率の高さから、タイドランゴ用のメンバーに入れるか検討していましたが、HP が低く断念。グレムリンです。呪文が優秀ですが、低い能力値から不採用。使うならバザーの扉解放時、ドラドランルートの場合に使います。ピッカーです。序盤の優秀なアタッカーで通常 RTA でもよく使います。稀によく仲間にできずに沼ります。別の走りで5分ロスったこともありますね。耐久が神なので、本走の喜びの扉がきつかった印象。しかしガバプレイが一番悪かったです。セーブミスとか。今回はすぐ退場したドランです。不可禁止プレイでスカイドラゴンの代役を務めます。その場合のポイントは火炎の息を覚えさせること。これだけで大体なんとかなります。ちなみに火炎の息がなくてもパシバルがいれば、バザー後にいい直も可能。
スラファンを捕まえるルートもありだと思います。ここはもういいですね。本装の D クラスではスカイドラゴンを使いましたが、比較するとやはりスカイドラゴンの方が突破率は高い印象です。ステータスではドラゴンの方が耐久高めに見えますが、ドラゴンはバギ耐性がガバガバなので、真空切りで大ダメージを受けるため、スカイドラゴンの方が硬いぐらいですし、さらにドラゴンは足払いを食らうと休みます。なので、スカイドラゴンの方がいいな、という結論に至りました。RTA 本編では悪魔の騎士で代用できるとお話ししましたが、D2 戦目でマヌーサにかかるときつくなったので、ドランに変更しました。そのあたりのことは悪魔の騎士の紹介の時にも補足します。よろしくないなぁ。でも気合を入れていく。アラッキーですね。発射した。トシバルです。スカイドラゴンが育つまでのつなぎです。ちゃんと育てればギガスラッシュも覚えるので、全扉でワンチャン出番もあるかも。ただし耐性はそこまで高くない印象。深まで縛る場合は、ドラン5000のアタッカー候補ですが、やっている感じ、攻撃力に関して厳選が必要な模様。もしくはレベリングが必要と思われます。スカーです。序盤のメインアタッカーです。D 戦で高耐久の彷徨う鎧に、まともに打点を入れられるモンスターです。2戦目でもマヌーサを食らっても火の息でリカバー可能なのも強いです。さらにドランゴとまともに殴り合える上、炎完全耐性。まさに対ドランゴのために配置されたモンスターと言っても過言ではありません。ゲレゲレです。序盤の補助役です。足払いにしていたのは、水面蹴りの命中率と消費 MP を嫌ったから。結構差が大きいんですよね。一応アタッカーもでき、今回は対ドランゴのフィニッシャーになってくれました。性格もいい。 C クラスを突破するなら、そこまで引っ張ることができます。軒並み水面蹴りで攻略できるので、結構強いです。A クラス専用に試行錯誤していた子たちです。スラッピーは怒りの扉攻略時点では相当な速さを持っていますが、それでも A クラス最終戦のリップスには上取られます。そこも難点。鎧ムカでは MP が低いのと、捕まえに行くのに C を突破して、さらに知恵の扉のやや奥に行く必要があり、RTA 的にはまず味です。ただしバイキルト持ちなので全扉 RTA では起用する可能性があると思います。人面です。もともと B2 戦目用に魔法盗妙印が欲しいと思ってた時に、レベリングの道筋にいたこの子を採用しました。レベリングがやや手間ですが、他国マスターでのレベリング中もマホトーンがそこそこ使える上、バギにも強耐性なので B2 戦目のバギクロスにも対応でき、そこそこ活躍します。ファンキーバードです。おお、ナイス。ナイス。ちょっと犠牲は多かったけど。まあいいでしょ。HP が低い。超おま。何このきつさ。メダカにダンスと全体回復が優秀な鳥さんです。この時点では即戦力の強さがありますが、A クラスからのインフレには耐えきれないため、RTA では A クラスあたりまでが限界。何気にデイン完全耐性なのは強いですが、全回復技はないので、モンジー戦では厳しめ。耐久はなんとかなりそうなんですけどね。セミモグラです。ザキと高めの HP、そして何よりもラリ法強耐性から採用しました。コメントでもセミモグラが見直されているのが見られました。セミモグラも喜んでいることでしょう。ちなみに、ここまででラリ法完全耐性のモンスターは何匹か仲間にできますが、大体耐久面から不採用にしています。バブルスライムのマヌーサとか、マットロンのザキとホイミとかも考えていたんですけどね。セミモグラの華麗な暗殺劇を見つつ、次の紹介いきますね。おっしゃー。確かに出るよな。
ミミックです。今回は捜索に20分ぐらいかけてロスりました。実際に探すときは、格闘場左の扉とかのが、フロア切り返しやすいので、探しやすいかもです。使っている感じは耐久が緩いのが気になりました。この辺りまで来ると乱数がでかくなってくるので、周回ごとに緩さが変わります。今回はやや緩かった印象です。おかげで S クラスも苦戦しました。全体攻撃がある分、魔王の使いの方がいいかもしれませんね。キラです。技がとにかく優秀で、このまま終盤まで使いたいぐらいのモンスター。ただ、成長限界が早いため成長させられないのが難点。そういう理由があって、後のダンスキャロットに補助役の座を奪われてしまう。最強で星降りの大会後、ダンキャロを捕まえるまで起用するが、今回はコロシアムガチャでダンキャロを捕まえるルートに進めたため、その場でお役御免。素早さか賢さが2倍ぐらいあれば、S クラスまで使いたいところなんですけどね。アイアンタートルです。一時は配合と他国マスター、ピート禁止では、唯一技を4つ覚えられ、しかも4つとも優秀なために最強かと疑われたモンスター。気づいていた方もいましたが、瞑想を思いつく技構成なんですよね。他のモンスターでは技を思いつかないか、思いついてもすでに持っているパターンになります。しかし、この技構成と最高技短期戦法で、リレー優先突破できると思いきや、耐性ガバガバ、能力値も苦しく、あえなくおつや、2ターン目にリカバーしきれないんですよね。厳選してようやくワンチャンぐらいでした。つくづく耐性とステータスが大事なゲームだな、と思いました。ピートです。A クラス突破時にマチコからもらえます。もらった時は強いのですが、S クラス付近からインフレについていけない模様。ゲームボーイカラー版ではわからないが、少なくともレトロ版ではオス固定ではなく、メスも出るため、パッパフも使いやすくなります。別撮り動画ではコロシアムを禁止した場合の S クラスをやっていますが、結局相手のメタルドラゴンの皆殺しに頼って、最高技短期戦法を取っています。結構苦しいので、コロシアムではライオネックかダンスキャロットが欲しいところですね。コロシアム禁止の鏡の扉では、マネマネをかばうところまで持っていきたいですが、経験値3万がきついため、身代わりを覚えさせるよりは鏡の扉を2周する方が早いかもです。魔王の使いです。都合上2回仲間にする機会がありますが、タイミングによってステータスが異なります。ちなみに限界まで育てるのであれば、誘いの扉で捕まえた方が、最終的には強くなります。レベル80での最終ステータスはこんなもの。レベル82まで行くと、ここからさらに攻撃力がプラス30にされ、場合によっては攻撃力が800乗ります。この縛りでは最大の打点になると思います。耐久も十分あるので、タイム度外視なら、魔王の使いを使えば理論上全扉制覇も可能だと思います。ダンです。誘う踊り要員で、S クラスから加入すれば最後まで踊り続けてくれます。この子がいるのといないのとでは、S クラスや鏡の扉、星降りの難易度は段違いです。難点は、コロシアムで捕まえるのが大変なこと、あとはキラーグースと比べ目立たに覚えないことです。ですが、賢さレベルも大体最高までいけますし、多くのモンスターに上を取れるので十分ですね。マネマネです。悪魔の鏡が仲間になっていない場合の代役です。動画ではコロシアム禁止した場合の動画を出してますが、結構苦しめです。3連戦は苦しいので、ゼリーを倒した後は全滅して、2周目に行ってもいいぐらいの気持ちでやってます。ボスフロアまで行くのですら結構苦しい上、ライオネックの捕獲にも苦労するので、ダンスキャロットもいなかったらただの供養になります。
RTA 的にはただただ苦しいので、コロシアム使うのがいい気はします。いやこれ行ってみるか、僕やってみるか。スライムナイトのピエールです。初めて配合禁止でミレイユを突破した時は、ホイミンに最後尾短期戦法してもらって勝ったので、それと同じことができるこの子を注目していました。特に親デインに弱体勢、マダンテには強体勢と、なかなかいい条件が揃っており、ホイミンより楽な条件だと思っていました。しかし、初期捨てがあまり高くなく、結局育てるならホイミンでいいかなと思い不採用に。MP が低いのも難点でした。ライトライです。優秀すぎる特技呪文耐性と、バギクロス、ベホマラー持ちなので採用しました。星降りの大会で大活躍してます。HP に関しては235以上は欲しく、MP では110以上は欲しいなど条件はありますが、捕まえてくるだけで星降りを突破できるのはとてもコスパがいいと思います。耐性がどれぐらい優秀かというと、下の表の通り、補助系に対してはガバガバですが、攻撃技が飛び交う環境では、これ以上にないぐらいにいい耐性をしています。悪魔系は攻撃呪文に強い。これ、テストに出ますよ。ここではコアトル突破までしか出してませんが、もし振り返るなら、パート5でお願いします。おし、OK、OK。これであげてヘルです。モンジー戦のキーになるキャラです。デイン完全耐性。ギリギリ侵入の打撃を耐える耐久、さらにベホマ持ち。このあたりの条件を持つ唯一のモンスターでした。やはりエニックスはこの縛りを見抜いていた。厳選は下の表の通りにやればいいが、結構難易度高め。思想時は結構リセマラしてました。今回は2回ぐらいで終わって、逆にミミック創作に時間かかってました。ちなみに、今回はライオネックに詩人を入れるため、攻撃と防御の厳選も軽くしていましたが、レベリング後に詩人を入れるなら攻撃と防御の厳選は必要ないです。この子、全然防御上がらないので、ライオネックと共に、今後の活躍が期待される一匹です。やばい。アクアーです。模写スを使える。それだけが理由で採用しましたが、地味に他の呪文も強いんですよね。全扉 RTA ではこの子のレミラーマが非常に重宝されると思いますというか重宝しました。模写スも相変わらず強いですから、全扉 RTA では必須級のモンスターなのは間違いないです。というかレミラーマまで搭載してるあたり、やはりエニックスはこの縛りを見抜いていたのでしょう。動画は本編最終局面。まさか万全の状態からここまで持っていかれるとは。さすがモンジーですね。危ないよ。いいっすね。おお、ナイス。最後は MVP、ドランゴです。この子がいなければこの RTA の完走は不可能でした。誰がどう見てもエースはこの子で間違いないでしょう。気をつけないといけないのは2点。次のレベルで激しい炎を覚えさせるため、初期 HP が140以上であること。そして耐久が低いことです。これらさえ留意すれば、とても頼もしい味方になってくれます。さすが本体。格が違いました。ちなみに最終ステータスはこんな感じ。やや耐久が頼りないですが、耐性を考えれば全扉でも使えそうですね。追加要素はないですが、いろいろ変更点はあります。右に雑記してます。GB 版では C クラス経由したので、タイムが前後してます。
コロシアムも2周してますが、間に S クラス挟んだりしました。ミレイユとモンジーの打点がきつかったですね。要は過剰な育成をしないという意味合いを強めるため、あえて RTA という形にしました。あと一度くらい走ってみたかったので。C クラスを経由するなら、B クラスの運ゲー度合いがかなり低くなります。ファンキーバードでなんやかんやするだけなので、全体回復と混乱は偉大。モンジー以前の話ですね。呪いの言葉に関しては、記載の通りです。呪いにしろ何にしろ、休み以外の絡め手を入れるなら、ゴルスラの突破が課題になるでしょうね。攻撃力が素で700超えてる子や、魔人斬り要員が必要になると思います。パルプンテは、この縛りでは使える子がいないので不可能です。通常プレイでもそこまでおすすめしないです。後で説明しますが、ドラゴラムってそこまで強くはないので。というわけで、配合禁止で竜王を倒しに来ました。編成はギラ完全体制、氷と炎強体制のライオネック2体と、マネマネです。鏡でもいいんですけどね。と、いきなり3ダメ。全然ダメージが入らないです。それもそのわず、耐久だけで言えばデュランに近いぐらい。そもそもクリア後に配合禁止で、のこのことやってくるところではないわずです。しかしそれでもやり合えてるのは、ひとえにライオネックのギラ完全耐性と、モシャスしたマネマネのおかげですね。世界中の雫もいくつかあるので、多少 HP がきつくなってきてもすぐ全開できます。ぶっちゃけ、休みが入ることもあるとはいえ、実質 HP9200 のモンジーを撃破しているのですから、まあ魔王の1匹や2匹、余裕ですね。言ってたら、ドラゴラムで第二形態に変身しましたね。変身した後の竜王は、正直弱いです。変身したら弱くなるの典型です。まず変身することで、防御が下がり、ライオネックの打撃が通るようになっています。さらに、瞑想を使われなくなったので、遅延されることもなくなりました。代わりにブレス攻撃がライオネックに通るようになりましたが、ライオネックは氷と炎に強耐性。ダメージはビビたる量なので、デフォマラーでリカバーできる範囲です。唯一波動がうざいですが、補助効果が1回しか積まれてないので、ほぼ打ってくることがないです。何から何まで弱体化しています。というわけで、下で他の魔王のステータスを紹介します。せっかくなので、いずれやる RTA 用に解説は控えておきます。ただ、やっている感じ、攻撃より防御が高いタイプの魔王には特技呪文自体、攻撃の方が高い魔王とは肉弾戦になってたな、という印象があります。特にきつかったのは、ハーゴンとデスピサロですね。ちなみにデスタムラはまだ突破できてないです。最悪モシャス要員を2匹詰めば勝てることは分かっているので、やる必要もないかと思い、スルーしてます。本当にモシャス様々ですね。あと道具が使えるので楽ですし、命令までできます。配合禁止でも、全然やれるなぁ、と思います。デスタムラはビッグバン持ちで、おまけにサムシンを召喚してきます。ライオネックがメラ完全耐性なので、ビッグバンスラム効果するのですが、それでもジゴスパークなどもあるので結構苦戦します。さらに HP もかなりあって、やはり大きな壁になります。しかし、それでもなおモシャスに次で勝てると思います。それにしても結構しぶといですね。そろそろ倒せそうだと思うのですが、
299なんてのはかまないけどな。なんか思った以上に。この頃、ちょうど PS 版チェリワンで全扉 RTA の動画をやってて、竜王を倒してた頃だったんですね。これ、実はこれ999じゃないよな。と、こんな感じで魔王は倒せます。モシャスを使えば、ね。何？一種族一回縛り？配合禁止全扉 RTA じゃなかったのかよ。いや、そうしようとは思ってたんだけど、RTA はモシャスばっかになりそうで、じゃあモシャス禁止にすればいいのでは？それも考えたんだけど、チャート組んでたら結構かかりそうだな、と思って。なのでなんとなく思いついたこっちの縛りをやりつつ、チャートを考えてもいいかと思ったんだよ。つまり動画のストックが切れてんのか。おやめろ。で、一体なんだよ。一種族一回縛りって、そういや、どっかで聞いたことある名前だな。それも触れてくれるな。ドラクエモンスターズでは、多分初だよ。知らんけど。じゃあルールを説明するよ。まとめたらこんな感じ。まず祠と他国さん、あとピートは禁止。それはわかる。つまり捕まえたモンスターしか使えないのか。スラボ以外はそうだね。そして大事なのは、一種族は一回しか使えないということ。例えばスラボを使ったら、同じスライムのスラオはもう使えないということか？うん、そうだよ。でもこの一回ってどうなるんだ？一度でも戦ったら起用したことになるのか？それだと格闘場とかで困るから、ルールを設けるよ。なるほど、旅立ちの扉でスラボーとドラキーでホイミンを突破したら、その後の G クラスではアントベアとホイミンしか使えないのか。そういうこと。その場合だと、スラボー、ドラキーでホイミンを倒してるので、その二種族は移行しようか。だから次の G クラスはホイミンとアントベア、あるいは短期でクリアしないといけないってことだな。そういや育成はどこまでやってもいいんだ？ベルは過剰に上げないようにはするよ。あと詩人も禁止にはしないけど、必要にならない限りは使わない。了解だぜ。ちょっと面白そうかもな。セミモグラみたいなマイナーな子を活躍させられるチャンスだからね。なるほど、そういう狙いか。あ、それと次の RTA で使えそうな子も見たいのか。そうだよ。しかも今回はモシャスも都合2回しか使えないからね。魔王戦とかも厳しそうだよ。全扉やる気なのか。それとモンジー、星降りもこの縛りで突破します。その他細かいルールなどは動画の最後にまとめて記載します。ではここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。